の世とこの世の狭間にて、作白田仁、第3話。静香は下半身の違和感で目を覚ました。枕元の時計は朝の8時半を示している。確かに自分のベッドであるが、何かが違う。まず自分が全裸であることに戦慄を覚えたのだ。男を連れ込んだ記憶はおろか、客の山中孝之の相手をしていたところまでしか思い出せない。水商売とはいえ、静香はウイスキーボトル一本を開けても今まで酔いつぶれたことは一度もなかった。そして室内は竜巻の跡のようにむちゃくちゃに荒らされていたのだ。人事異動で西尾会長の秘書に抜擢されたのは、今から4年ほど前、入社して6年目だった。秘書になって1年ほどして、週刊誌に突然、15年以上前からの ODA に絡む西尾と外務省の官僚との癒着ぶりが報じられたのだ。雑誌の主幹をしている山中孝之の名前を西尾会長から聞いて知ったのはその頃だった。あれから3年の歳月が流れ、すっかり山中に対する警戒心が薄れてしまっていたのだが、今冷静に考えてみれば、 ODA に関する疑惑が監査法人の口から国税にリークされ、7年ほど前についに財務省の知るところとなって、 IMF から抜き差しならない提案が西尾のもとに舞い込んだのだろう。西尾はその時、会社の経営を立て直すために毒を食らわば皿までとばかりにその話に乗ったのだ。その一連の経緯を知って中山は西尾に近づいてきたのは間違いないだろう。おそらく中山は西尾会長をゆすっていたに違いない。この3年ほどの中山の羽振りの良さは尋常ではなかった。会長から預かっていた USB が中山が会長をゆすっていたネタ帳だったことに気がついて探したが、どこにも見当たらなかったのだ。そして隠し場所だった化粧台の上には、人には決して見せられないポラロイド写真が数枚丁寧に置いてあったのだ。震える手でそれをガスコンロの上で焼却し、廃油トイレに流したが、手足の震えは一向に収まらなかった。西尾会長に電話すべきか一瞬迷ったが、そのポラロイドが会長のもとに送られるのを恐れてというより、静香と会長の関係が公にさらされることを恐れて、事態の推移を見守ることにしたのだ。西尾は静香に事の重大さを話してはいなかったのだが、今となっては悔やんでも悔やみきれない思いだが、その失敗が大手電機メーカーの会長が自宅で心筋梗塞を起こし病院に運ばれたが、発見が遅れて助からなかったという夜のニュースとなって全国に配信されたのだった。ひき逃げにあったホステスは亡くなる前に自宅マンションに何者かが侵入して室内に荒らされた形跡があると警察に被害届を出したものの、現金や貴金属などに損害がないとのことで、どういうわけか警察の記録では受理はされていないことになっていた。口封じとはそういうものだ。刑事ドラマでよくあるどこからともなく来る上からの命令というやつで、まともな捜査は行えないのだろう。もしこの国がまともであれば、静香の自宅マンションの防犯カメラを確認するだろう。セキュリティがしっかりしている静香のマンションにすんなり入り込んだ手口は、おそらく常習者、しかも非常に手慣れた連中が背後にいることは間違いない。どうやって意識不明の静香を12階の彼女の部屋に運んだのか。静香を抱きかかえながらマンションのエレベーターに乗る山中を確認し、乗ってきたタクシー会社をすぐに割り出すべきだろう。そしてタクシー運転手の証言を得れば、舞台であった銀座の店付近には多数の防犯カメラが設置されているので、真相は簡単にわかるはずだ。もし山中一人の犯行であれば、簡単に警察も動けたに違いない。しかしさすがに山中一人ではこれほど大胆な手口で静香を襲えるはずはない。
いくらここ数年執拗にこの機会を伺っていたとしても、防犯カメラから大手テレビ局のコメンテーターの山中の手口を割り出せば未曽有の大スキャンダルになっていただろうが、現職の総理と同じ大学の卒業生であるこの男の顔が防犯カメラから割り出されたとしたら、さすがに警視庁も慎重にならざるを得なかったのであろう。元高級官僚の山瀬忠次はベンツの後部座席にいても、足のつま先から頭に向けて小刻みな悪寒が襲ってくるのを止めることはできなかった。こんな日が来ることを一番恐れていた。一応覚悟はしていたが、いざその時になると身の毛がよだつほどの恐怖感に苛まれるものである。どうしてこんな馬鹿げたことに巻き込まれてしまったのだろうか。学生の頃には国民のために一生懸命働こうと考えていたのに。山瀬忠次が油が乗り切る40半ばに差し掛かったある日、突然上司から会議室に呼び出された。上司が山瀬に妙なことを忠告したのだった。平川町のとあるビルの一室にある理髪店に行くように強く勧めたのだ。仕事でもないのに強い口調であったため、今でもその出来事はよく覚えている。特におしゃれをしたいわけでもなかったが、山瀬は上司の忠告に従った。その店はわざと人目につかない店構えで、一見しただけでは誰も床屋とは気づかない。中に入ると受付カウンターがあり、歯科を連想させる内装が施され、思わず健康保険証を提示したくなるような美人の受付嬢が二人も控えていた。その奥はブースで仕切られた豪華な個室の作りで、隣の客はお互い見えない。受付嬢に案内されて個室に入り、本革製の利用椅子に座ると、また鏡が変わっていた。テレビ画面がはめ込まれ、後ろや横や上からも髪型が液晶モニターで確認できるようになっている。さらに洗練された女の子たちが爪の手入れや耳垢の掃除までしてくれる。もっと変わっていたのは、店長と名乗る男性か女性か、にわかには判断が難しい人物が現れて、客の年齢、背格好、職業、肩書き、その髪型に最もふさわしいおしゃれなスーツやシャツ、ネクタイ、靴などをコーディネートして、実際に目の前の鏡のテレビ画面に映し出してくれることだ。もしそれが気に入れば仕立て上がり次第家まで届けてくれる手はずになっているのは、忙しい客にとっては便利であった。その店に数回通うことで、山瀬も見違えるようなおしゃれな紳士に変身したのだった。その姿で出勤すると、例の上司に廊下で声をかけられた。山瀬くんじゃないか、見違えたよ。うむ、どこから見ても資産家に見える、と言って山瀬の肩を抱いて自分の個室に招き入れ、仕事とは無縁の富を引き寄せる方法というとんでもない話を熱心に語り始めたのだった。そして月に2度ほど通うこの謎の理髪店で、あの大手電機メーカーの会長、もちろんその頃は部長の肩書きだったが、そして祖父の代からの世襲の代議士らと知り合ったのだった。代議士が店を出ようとする山瀬に声をかけてきて、耳元でお近づきになれた印にお裾分けをしましょうと言って、西尾会長の会社の株を今買うことを勧めたのだ。株に特に興味があったわけではないが、上司に聞かされていた莫大な富を引き寄せる方法というのを試してみたい気もあったのは確かだ。インサイダー取引だと承知の上で、山瀬はもちろん大量にその株を買った。その後は全く努力もしないのに、望み以上にポストだけは急速に上昇した。上司も部下も山瀬に対する態度が明らかに変わってきた。今住んでいる売れば10億はするという豪邸も、会長の口利きでびっくりするほど安く手に入れることができた。ガレージには高級外車が3台も並び、塵一つ落ちていないだだっ広いリビングで、
ありえないほどの贅沢な気分を味わっていた。株では妻の父名義で、普通のサラリーマンが1年間でようやく稼ぐ数十倍の大儲けをさせてもらったことも。株とはこんな風に売り買いするのか取り買いし始めた頃には、役人の平均年収の100倍は軽く稼ぎ出していたのだ。ただその見返りに、その代議士の指示とはいえ自分がやったことが問題だった。後悔は一切してはいないが、それ以来今日まで気持ちが晴れる日は一日たりともなかった。何かもやもやした重たい気分がずっと続いている。テレビでその代議士の顔を見るにつけ、その鬱陶しい気分がずっとひどくなった。自分のやったことが今公になるととんでもない事件に発展するだろう。なぜならそれを仕組んだ代議士が今は内閣の重要ポストにつき、さらに悪いことに絶対に今国会で通さなければならない国民を奈落の底に突き落とすような法案を抱えているからだ。数年前に一度週刊誌で疑惑報道されたことがあったが、なぜか自然消滅の形で収束した。しかし過去の悪事が今国会で質問され、あるいは週刊誌でスキャンダルにでもなれば、現政権は終わりだ。見事に吹き飛ぶ。山瀬忠次はそこまで考えると不思議に足の震えは収まった。ようやく観念したのだ。別に悪いことをしたとは思ってもいない。同僚たちもみんな大なり小なりこの悪事に関わっている。自分も官僚になった頃は国民の幸福のために働くつもりではあった。しかし官僚を長く続けているうちに、聖徳太子の時代からこの国では謀反でも起こさない限り、少々のことでは自分のような不良官僚を獄門貼り付けの刑にすることはないと確信するに至ったのだ。同僚を騙し蹴落とし、トントン拍子に昇進するのに従い、上司が常日頃言っていた国民は物言わぬ家畜だというフレーズをいつしか自分も口にするようになっていた。ただ自分の最後が口封じのために消されるだけだと知ると、悪事に加担した結果得た豪邸や別荘や有価証券や預金がどれほどあったとしても、ビニール袋に入った食パンの耳にも値しないということを、これから嫌というほど思い知らされる羽目になるのだ。もちろん山瀬も宣告承知だ。自分が蒔いた種はいつか自分が刈り取るしかないのだと。これがルールなのだ。突然思い出したように、山瀬は運転手に行き先を自宅に戻すように伝え、愛人に電話を入れた。今日は愛人を迎えに行き、その足で長野まで行く予定だったが、何も愛人まで死の道行きに引きずり込む必要などない。しばらく考えてから今は嫁いでいる長女に電話した。父さんだ。突然だが母さんをしばらく預かってほしい。仕事のトラブルで自宅に特捜の捜査が入るかもしれん。お前から電話して母さんに来てもらえ。頼んだぞ。それが娘と交わした最後の言葉だったのだ。それから大した日数はかからなかった。山瀬忠次の死因は溺死であった。